スリッパ履くのも大変なんですね。そうですね、こちら側だけなんですけれども、はい、もうここからちょっと麻痺で、うん、でもこっちは全然感覚なくて足の裏も、はい、ここはちょっと触られてもわかります。あ、そう、もうこれはわからないんだ。わからない。じゃあこれはできる動きは。動きはできるんですけど、スムーズではない。なるほど。こっちは、こっちは大丈夫なんです。大丈夫ですね、はいはい、これがごめんなさい、いつからって言いました。これはもう2年、あ、1年半くらい前、1年半くらい前から、はい、あの感覚がない。そうです。じゃあ、なんかこう、なんかつまずいてもわかんない。あの踏まれてても人の足踏んでても、ちょっともう分かんない。そんなに大変ですね。麻痺、うん、しびれっていうんですかね、うん、その1年半とかその前は、うん、きっかけは何ですか。あのもともと結構あの腰あのから の, あのこう痛みはあったんですよ、今過去2回くらいもありました、それがなんとか治って、で普通に暮らしてて、はい、なんか本当ある日、うん、やっぱりあの痛みから来て、腰が痛くて、腰が痛くて、うん、その時は痛みがずっとこうありましたね、はいはい、それであの痛みはだいぶ引いて、はい、まあ、薬もあのもらったりもしてたんですけど、本当麻痺だけが同じで全然取れなくって、はい、常になんか歩く時もこうあのくじくんじゃないぐらいの、怖いですね、ぐらぐらぐら。なるほど。痛みはないとか。痛みはその時々なんですけど、ゆうべはちょっと足の、うん、この辺があの断続的にこう電気が光るあの飛ぶみたいな、はい、ズキンっていう痛みはありました、はい、でも前よりはだいぶいいで、うん、前は本当に眠れない。腰は痛くはないんです。痛くはない。うん、OK。それで、はい、薬は飲んだんですよね、毎日。薬は、いや、今はだいぶ飲まなくなりました。あ、そうなんですね。うん、こう痛い時はちょっと飲みますけど、はい、うん、だいぶ好き。昨日は飲んでない。昨日は飲んでないです。飲まなかった。はい、あ、そうですか、わかりました。はい、じゃあ、ちょっと一回立っていただいて、はい、ちょっと体全体を、あの、かざします。向こう向いてもらって。はい、あと、こっちのしびれも。え、手がしびれてる？手が、あの、うん、これはもう10年くらい前からなんですけど。ちょっとこっち向いてます。はい。ちょっとどこが調べてるか、調べてる。ここがずっとしびれて。小指側？そうですね、ここ。この2本じゃない？それともこっちだけ？これもちょっと怪しいですね。怪しいですね。うん、こっちは平気ね。あ、こっちは平気です。オッケーオッケー。この2本ね。はい、わかりました。はい。はい、わかりました。はい、背中から拝見します。お願いします。あー、結構この辺、左右差がありますよ。ねえ、右の背中の方が疲れない？肩こり耳すっごいひどいです。はい、スーッと。問題ない？はい、大丈夫？はい、はい、後ろ取ってみて。それが悪いね。はい、OK、はい、痛くはない？はい、はい、ねじってこれ平気。はい、後ろ取ってみて。大丈夫？不安？はい、はい、OK、戻して。はい、反対、はい、ねじって、はい、取ってみて。あ、なんかさっきより動かないね。あ、コルセット。うん、痛くはないですけど。はい、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 じゃあ上向きで寝て。はい、よいしょ。はい、お母さん、これ全然親指の長さが違う。ほら、見える？見える？ねえねえ、1センチ半以上こっちの方が長い、はい、じゃあお手でここです。はい、はい、楽にして、肘を出して、そうそうそう、楽にして、ほら、こっちついてるからこっち浮いてるでしょ。あー、はい、ね、はい、こうするとほら、こっちの肘の方が上がってるでしょ。あ、見える？見て、これ、これとこっち、はい、こっち下がってるでしょ。はい、こうなってるでしょ。はい、ね、はい、肘を伸ばして、肘を伸ばしたまま耳に近づけると、ほら、手のひら1枚分ぐらい、ほら、あ、一緒ここだから。そうですね。ね、だいぶ違うでしょ。そうですね。だいぶ差が違うでしょ。はい、はい、こういう問題があったな。はい、で動きを見ていきます。はい、はい、膝を曲げて、はい、これは問題ね。どう、お母さん？うん、大丈夫。大丈夫ぞ。だと思います。はい、こっちは、はい、どう、大丈夫？うん、大丈夫。はい、両膝曲げて、はい、はい、お尻上げて、問題ね。
はい、下ろして。はい、丸まります。はい、これは？あ、腰に結構きますけど。はい。これはどう？大丈夫です。腰は？あ、大丈夫です。大丈夫？はい、こっち倒して。大丈夫？大丈夫です。はい、大丈夫？大丈夫です。はい、じゃあ丸まるのが一番辛いね。あ、そうですね。オッケー。はい。じゃあ直していくね。はい。はい、息を吸って。はい、吐いて。肘を伸ばして、はい、肘を伸ばす。はい、耳に近づけて。はい、ほら。あ、もうちょいだな。はい、うん。よし。で、今度はね、うつ伏せいきます。はい。はい、楽にして。はい、息を吸って。はい、吐いて。はい、仰向けです。さあ、おばあさん、これで苦手だったやつチェックしていこうね。はい、これは平気だったよね。はい、あ、柔らかくなってる。はい、でこっちも、はい、いいでしょ、はい。はい、両膝曲げて、はい、お尻を動かして、曲げやすくない？ああ。はい、下ろして、はい、はい、丸まります。はい、どう？ああ、なんか、全然違う、違う。はい、これ柔らかい。はい。お、いいじゃん。はい。はい。こっち倒して。大丈夫。はい。はい。どう？ああ。いいでしょ？柔らかい。はい。足で見てみよう。揃えてみて。はい。揃える、揃える。はい。どう？ほら。ほぼ揃ってない？ああ、ほんとだ。ね？ほんとです。はい。じゃあ、お手でこう。はい。はい、力抜いて。そう、楽にして。ほら、ついた。ね。でしょ？ああ、ついた。うん。行くわけ。こっから。はい。こう。うん。これがまだ問題だな。で、こっちのはまだ上がってるもん。ね。そして、はい、下ろして、下ろして、はい、楽にして、はい、息を吸って、しびれを教えてください。今もまだしびれてる？多少はやっぱり。しびれてる？オッケーオッケー。じゃあ、ね、はい、おそらくね、ここなんですよ、問題は。はい。これ痛いでしょ？はい。ほんで小指やってみて。動きますね。うん、しびれてる？しびれはまだちょっとあるんですけど、うん、動きがやっぱり全然違う。よくなってきた？足の感覚がないのこっちだよね。はい。オッケーオッケー。はい、それで、はい、お母さんね、多分ね、これ痛いの。痛くない？これ、普通の人だったらすごい痛いって言うんだけど、はい、分かんなくなってんな。こっちは平気？大丈夫。大丈夫？はい、これだな、お母さんね、はい、ここも痛いっしょ？はい、これ、ちょっと自分でここ触って。ここ痛い。痛い。はい、痛いでしょ、はい、向こうに押すと。痛い。でしょ、痛いけど、はい、ここをね、こうするとそこの痛みどう？ああ、違いますね。うん。うん、それで、やる。ああ、違う。こうの方がいいね。ああ、全然違う。いいでしょ、うん、うん。はい。この時に、はい、小指の、足の、小指動かしてみて。そう。感覚どうかな、わかんない。触んなきゃわかんない。感覚はちょっと動いてるかどうかもちょっとわからない。わかんないです。あ、首は大丈夫ですね。大丈夫だった。はい。さあ、ここの感覚どう？感
感覚はちょっと動かしてみて。動いてますか。動いてるよ。動いてる。じゃあ足首を返してみて。ぐーっと。そうそうそう。はい。これできるね。これは動かしてるの分かる？これはなんとなく分かります。はい。じゃあ今度背伸びしてみて、逆に。これを下ろす。親指を下ろす。親指を下ろして。これどう？これはできる？分かる？これは小指よりは分かる。分かる？この辺分かる？怪しいかな。怪しい。オッケーオッケー。うん。はい、ここが固まってるんですよ、はい、痛いでしょ、はい、痛くない？痛くは痛くない？はい、もうこれ多分ね、本当分かんなくなっちゃってるんだね。はい、これで、はい、動かしてみて。こうどう？うん、さっきより動きいいわ。あ、そうですか。うん、動いてる感じ分かんない？分かんない。オッケーオッケー。あ、もうこっちで大丈夫です。はい、はい、これどう？今小指まずちょっとじわんとしてますけど、うん、動きは全然違います。違います？うん、違います。動かなかったから、うん、これは痛い？いや、大丈夫。大丈夫？こっちは？大丈夫。大丈夫？ OK。 ここだ、ここだ。はい、痛い。これ痛いね。うん、痛い。 OK。 痛みは、この辺はどう？はい、感じ？触られてるのある？いやいや痛い。いやいや痛い。 OK、OK。 この辺は？あ、いやいや痛い。いやいや痛い。オッケーオッケー。はい、ここまではちゃんと分かってるね。はい、はい、よし、じゃあうつ伏せいきます。はい、はい、失礼します。近くて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 、なんともないんだね。よし、オッケー。はい、じゃあ一回立ってみて。はい、よっしゃ。はい、ただ歩いてみよう。でも前よりは全然スムーズには歩けますね。スムーズに歩けます。もう一回向こう歩いてみて。ああ、感覚の話？そうですね。お母さん、はい、何言ってるのか分かんない。あ、そうか、ごめんなさい。なんかやっぱりしびれが、うん、まだあって歩くのに、うん、どこがしびれてるか指一本で触って、うん、ここって、ここ、うん、そこがしびれてるんだ。これ小指の辺？そうですね、小指の辺がしびれてる。そうですね、うん、感覚さっきなかったでしょ？そうですね、うん、で感覚、うん、しびれの感覚もなかったんじゃないの、さっきは。しびれの感覚、うん、だから、うん、最初、全く感覚なかったのが、うん、しびれを感じてきたんじゃないの。ああ、麻痺してたのがしびれ、そうそう、しびれっていうね。そう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 、うん、でその次の段階が痛みに変わってくるんだ、はい、だから、うん、正常、うん、違和感、うん、痛み、うん、しびれ、麻痺が、その逆を今辿ってるんだよ。はそう、だからなんかしびれを感じるってことは、何も感じてないよりも感じることになってきたってことなんだ、ね、だからこの状態だったら、はい、こうどっか捕まりながら、はい、こういう背伸びができるんじゃないかな、はい、やってみて、はい、背伸びやってみて。そう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 、これできるでしょ、はい、これ左だけでできる。左、右は膝曲げる。膝曲げて、そう、はい、左だけ。そうそうそう、あ、できるね。はい、こっち浮かせられる。こっち浮かせて、はい、はい、まあ、まだ最初できないけど、うん、なんか一応上がるじゃないですか、はい、これが上がるようになってくれば、はい、ふくらはぎの筋肉がついてくるんですよ、はい、でそうすると、はい、蹴り出すのが上手になってくるので、はい、歩幅が広がってくるんですよ、はい、そうすると、蹴り出すのは OK。 あ、今度はね、こっち側が問題なの。指を、かかと立ち、かかと立ちができる。そうそう、ここに捕まって、そうそう、いいよ、はい、あ、これもできるね、はい、そしたらこれ、かかとで歩いてほしいので、膝を曲げてちゃんと、はい、あ、これできるね、はい、で、この2つの練習ができれば、はい、この捻挫っていうか、くじく可能性が減ってくるんだよ、はい、ね、はい、そして徐々に練習することによって、はい、皮膚感覚が戻ってくる可能性がある。ああ、はい、
ね、はい、なので、何も感じなかったのがしびれてきてる感じがするっていうのは、うん、とてもいいことだっていうふうに捉えてほしいの、はい、ね、じゃあ今度は、ね、腕の方を見るからね、はい、仰向けで寝てみて、はい、上向きです、 OK、 はい、足を戻して、はい、はい、小指のしびれ見て、あ、もう前よりは、うん、うん、だいぶいい、はい、OK、 じゃあもうちょっと立ってください、立ってこれ体操しよう、はい、あ、だいぶ違うでしょ、うん、だから、あ、だいぶ違いますね、うん、だいぶだいぶまだ、ええ、まだまだまだ、OK、 はい、自分年代だいぶ違います、あ、まだ、OK、 はい、だいぶ、はい、まさかこれで今、しびれどうかな、あ、大丈夫なのかな、うん、なんかもう何年ずっとだから、そうそう、普通の状態じゃかなっていう感じになってきたんだと思うの、うん、でね、今何やったのかって言ったら、ここのね、でそうするとこっちのしびれがほぼ消えたでしょ、うん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 、ということは、ここの言ってる神経はね、ここ通ってるのよ、はい、ね、ね、OK、これでどうかな、あ、ね、違うでしょ、うん、だから、やってほしいのは、はい、今から宿題をね、はい、お知らせしますので、はい、宿題やってください、はい、そうですね、なるべく上を向いて寝てください、はい、わかりました、ね、そうですね、はい、ちょっと一周ちょっとスタスタ歩いてみて、はい、自信持って、はい、どう、あ、でももう歩きやすいですね、歩きやすいでしょ、うん、で徐々に徐々に、はい、この感覚も変わってくると思うんで、はい、ね、このこういう、ね、片足で、はい、片足で、はい、そう、最初は5回とかやったら疲れるかもしれないけど、そのうち10回できるようになって、はい、ね、一気に30回できるようになったら、はい、もう多分、はい、こっち側の筋肉が大事、裏側の筋肉が大事、今度はつま先を上げて、はい、でこれでちょっとベッド一周してみて、はい、最初は大変だと思うよ、はい、これで普通に歩いてみて、一周、はい、え、一周普通に歩いてみて、普通に、うん、普通に、そう、あ、なんか歩きやすいですね、でしょでしょ、うん、今まで使ってなかったから、うん、ちょっとこわごわだったし、自信なさげだったんだけど、うん、これやってるうちに感覚も戻ってくると思うの、わかりました、ね、はい、その宿題やってください、 ありがとうございます、いいですか、はい、はい、ありがとうございます、あと、はい、あそうだな、あ、宿題増やしたのは何なんだけど、はい、ちょっと上向きに寝てみて、はい、あ、痛い、痛い、ここ痛い、ここ、あ、そこ痛いですけど、はい、これで、これでちょっともう一回歩いてみて、はい、これの方が歩きやすいかな、あ、そうですね、だいぶ歩けます、姿勢をこんなスタスタ歩けなかったか、あ、本当に、うん、よかった、おばさん今まで結構いろんな治療院って大変だったでしょ、はい10年通ったでしょ、歩いて、はい、ね、でも姿勢を起こして、姿勢を起こしたまま、はい、歩いて、自信持って歩いて、どう？あー、なんか楽です。いいでしょ？うん。あ、よかった。楽。なんか姿勢も、うん、姿勢が良くなった。よ、あ、楽になりました。前本当こう、ね、こんな感じで。たださっき外科から入ってくる時こんな感じだったもん。ですよね。こんな感じで歩いてたよね。今女優さんみたいな歩き方するでしょ？あー、本当だ。ね、なんかお母さん変わったでしょ？ね、姿勢が違う。違うね。ね。姿勢が違います。ね、で手のしびれはさっきの体操と、はい、ね、仰向けで寝るっていうことを守ってください、はい、あとつま先のこの練習とかかとで歩くっていうのもやってください、わかりました、いいですね、はい、はい、あ、どんな治療院に行ってたんですか、最初は針も行きましたし、はい、んで、あと気功みたいなのも気功みたいなのも行きましたし、最終的にはなんか電気とやっぱり木かなんかでこうさすられるような、あ、木でこする、はい、あ、じゃあ木なんか、はい、それでこうたださすられてね、一緒にいてたんですけどそんな感じだったんです、うん、なかなかだったので、治んなかったね、うん、はい、でもこれをきっかけにね、はい、よくなってください、はい、ね、ありがとうございます、スタスタ歩けますからもう、はい、よかった、あ、ありがとうございました、はい、よかったです、宿題やってくださいね、はい、はい、そうします、じゃあ娘さんどうぞ、ありがとうございます、あ、じゃあ感想、はい、感想上手、はい、なんか長年苦しんでたんですけれども、本当にスタスタ
胸張って歩けるようになって嬉しいです。よかったですよ、ありがとうございます。さよなら。はい、チャンネル登録お願いします。そうそうそう、あ、OK、あ、コルセットしないで、しない方がいい、もう今日から新しい人生ですから。あ、そうなんですね、わ、ね、かりました、わかりました、はい、はい、これでちょっと立って歩いてみて、どう？